まあ、お分かり言わなきゃいけない選手たちにもいろんな事情があるわけでございまして、今回お別れを言うのは川田晃平選手、1年間ありがとうございました。もうね、お礼だけで知りたいのはっていうのもね、ガンバ大阪からレンタルで来て1年間、ガンバ大阪のチーム事情もあってレンタル延長ならずということで、もうある程度ね、本人の思惑関係ないですね。本人のね、思惑、僕がね、勝手に思うばかって言えば、ガンバ大阪は、日本代表のね、東口ってゴールキーパーをアルビレックスから獲得してますから、まあ、川田がガンバに戻ってもレギュラーを取れる確率、そのレギュラーを争う相手の壁の高さっていうのはね、ガンバ大阪の方が高いわけです。多分レギュラー取れない。だったら甲府にいれば、まあ、甲府でね、シーズンの半分以上レギュラーとして出ていたわけですから、まあ、試合に出られるゴールキーパーとしてはこれ大事ですね。そういう事情を考えれば、まあもしかしたらガンバの方がお金持ってる、給料がいい、そんな事情はねあるかもしれません。でもやっぱサッカー選手、試合に出る大事でしょ。試合に出るチーム事情だよね。お金とかそういうんじゃないって言って、甲府が嫌だとか言わないで。それぐらいですね。まあ川田選手が1年間ヴァンフォーレ甲府のために多大なる貢献をしてくれたことは間違いありません。だからまあどんな選択、川田の意思であれチーム事情であれ仕方ないと思います。まあ、レンタルで来ていた選手ですから、もう本当言うことはただ一つ、1年間川田選手のおかげで質の高い、まあ、プレーを見せてくれました。本当にありがとうございました。いやー、松本皆さんおめでとうございます。あ、そしてこれは足掛かり、本当に今年試合を獲得しなければならなくなったと思います。何しろ、松田なんかスワンボーさんをすぐ男が現れたと、 JFF 時代の松本に来てチームを J リーグに上げるんだと。